うわ、気をつけて気をつけて気をつけて。よーい、ドン。終了。さあ始まりました、少量チャンネル。翔太です。亮です。少量です。はい、というわけで今回の動画なんですけれども、うん、あることにチャレンジしたいと思います。何日か前に、うん、あのさ、あれなんだっけな、でファーストタイム、ファーストテイク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 って、うん、あのなんか歌うたやつ、うんうんうん、あるんですけど、あれで、うん、ジュジュさんがね、うん、なんかめっちゃヒール高いやつで歌ってたの、で本人曰く、うん、ヒール高い方が気合が出るからそれでやってるんだって、うんうんうん、でもなんていうの、こんなもんじゃないの、本当になんかめっちゃ高ってて、ね、なんか足がこんな感じになってるような十何センチだよね。そうやってて、うんうん、で今さ、そのヒールとかでさ、うん、ヒール履きたくない人とかもいる、うんうんうん、活動とかしてる人もいっぱいいたりして、うん、でも結局さ、僕ら男ってさ、ヒール履かないじゃない、うん、そうね、だからその気持ちがわからないじゃん、うんうんうん、だから、うん、なんか僕らがヒール履いてみて、うん、実際どうなんだろうっていうのをちょっとやってみたいなと思って、うん、今回、うん、ヒールを用意しました。ひょにょ、それがこちら、じゃん。で今回このヒールが13センチあって、うんうん、まあでも女性でもどうなんだろう、めっちゃでかいんよ、うん、これほどのね高さのヒールを履く方もそんなに多くはないと思うんだけどね、うんうん、でもせっかく履くならね、そうだね、うん、一応買いました、僕の足のサイズで、うん、で実際これちょっと履いてみて、うん、なんか僕が思ったりすることとか、うんうん、お伝えできればと思います。はい、やっていこう。イエーイ、終了。うん、そもそもさ、ヒールってさ、多分女性的にはなんかさ、綺麗に見えるとかさ、スタイルよく見えるっていうことで履いてるんでしょ、きっと、うん、だからさ、実際じゃあ俺が履くじゃん、俺のスタイル先取ってもらっていい？まああのちょいポッチャぐらい俺のちょいポッチャの俺が履いて、どんなにスタイルよく見えるのかやっていこうかなと思います。靴下脱がなきゃいけないの？多分靴下履いたままだと入らないと思う。いやー、赤がさ生えてんね。片方ずつ脱いでやったらよかったんじゃない？あ、そうだね。両足脱ぐと履ける？自分で。履ける履ける。気をつけてよ。左右逆じゃない？大丈夫？逆じゃないよ。でもさ、やばいよ、もうこれこんなよ。うわ、すごいね。すごいよ、ね。なんか足がえげつない形になってるけど。うんうんうん、すごっ。ぴったしだね。立てる？まず。立ってるかな。気をつけてよ、本当に。よし、履けた。うん。いくよ。うん。ちょっと待って、これ大丈夫、歩ける。うわ、気をつけて気をつけて気をつけて。ひょにょ、ちょっとスタイルどうか。あ、確かにね。あ、すごい、なんかね、足が長く見える。俺さ、今ヒール履いて思ったんだけどさ、うん、こういう土のところとかさ、うん、土がさ、こう、ぐにゃってなるんだろ、めり込む。そう、いや、危ない、気をつけた方がいい、うん、ちょっと歩いてみよう、うん。あ、でも危ない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 。うわ、すげえな。え、でもさ、これよく歩けんね。もう見て、この足元、土に。ほんとだ突き刺さった跡がある。じゃあちょっとさ、うん、歩いてみる。オッケー。うん、いいよ、もう適当に。女性だったら普通にこんな感じじゃないでしょ、こうやって歩いてる。なんか重い荷物ってそうだよ、そうだよ。俺思ったの、うん、さ、俺が好きだからそうなんだけど、アイドルの子とかさ、うん、ヒールでダンスしてんの。そうそう、そうだよね、すごいなって思って。ちょっと一回やってみてよ、ハロプロの。気をつけてね。テレテテレテレテ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 レテテレテテ、女の子には秘密。ああ、すごいすごいすごい。気をつけて気をつけて、危ない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 。すごい、あの子たちすごいよね。パフュームとかもそうじゃんね。パフュームすごいよね。うん、終了。え、足痛くないの？足は、うん、ちょっと痛い。ちょっと、もうまだ、ま、でもさ、そうだよね、もう、たかだか1分2分履いただけだもんね。いや、すごっ。え、そしたらさ、ちょっとさ、あのアスファルトのとことかさ、え、怖っ。いいよ、うん、やろ。せっかくだしさ、なんか普段さ、スニーカーとかで歩くのとどう違うの？なんかバランスとかさ。バランス？うん。まず見えてる景色よね。ちげえよ、そういう話してんじゃねえよ。ちょっとだけ道路の方に、ここの外側一周だけ行ってみたら。
こういうとことかも気をつけなきゃいかんない。確かにね、こういうね、はまったりすんだよね。危ない。うん。いやこんなんはかんでいいと思う。音がすごいね。これでさ、もう丸一日さ、履いて仕事とかさ、無理だよ。いや無理だよね。やばいね。うん。やばい。量履く？いやだから入らないもんそれ。あそこそこそこ。うん。いやもうこうやってさ立ってるだけでもこう。なんかフラフラしてるよ、ね。うん。いやこれは履かんでいいよ。うん、まあほらあの OL の方たちはさ、うん、まあもっと低いとは思うけどさ。うん、それで一日中さ無理だって外回りとかする仕事の人もいるわけじゃん、うん、ずっとさ、うん、いやーなんかしんどそう。高いところ登ってる気分。ああ平均台とか、うん、俺ささっきまでさ、うん、全力坂したいとか言ってた。あうんそうだよ、全力で走ってみたいって言ってたじゃん。ちょっとやってみてよ。いやちょっとあの怪我のないぐらいで。うんうん、よーいドン。全然全速力じゃねえじゃん。逆もっともっと早く、もうちょっと早く。いやきつ。痛い。いやつま先が痛いの。そうだね、どっちかっていうとかかとよりつま先がさもう、うん、こんな狭いじゃない、うんうん、三角ぐらいだからさ、うん、いやきついよ。ひょにょ。自分はヒールが好きだっていう人はいいかもしれないけど、うんうんうん、苦手な人はこれ履かんでいいと思う。うん、ね、いやそうだよね、でも全然スニーカーでいいよね。スニーカーでいいと思う。これはきついよ。うん、一種のスポーツ、うん、スポーツ感覚。スポーツになって OL さんとかもね、ローファーっていうの、ローファーだったらそんなにヒールないよねあれね、うん、そうだね。ああいうのでね仕事したらいいのにね。どう、あの綺麗に見える？あでもまあ綺麗には見えると思う。本当に足元がお腹出てない。あお腹出てないよ。あすごいね。うん、そうかも。なんかお尻とかにさ、力が入るからさお腹もへこむんじゃない。綺麗に見えるのは見える。うん、まあだからさファッションとかでさ、うん、なんで発展してきたものだからさ。なるほど。歩き方やば。きつ。終了。ちょっと脱ぐよね。うん、大丈夫。大丈夫だけどこれ立ったまま脱げない。うん、いや立ったままは絶対無理だよ。ちょっと足とかさ赤くなってたりしないの？よし。まあちょっとね多少で、ね。うん。多少ね。うん。うん。解放された？うん、解放された。いやー、うん、すごい大変。女性は大変、うん、本当に。こんなの履いて仕事とか絶対無理だ。そうだね。だってさ、ファッションモデルの人とかもさ、ずっと履いてないといけないでしょ。あとあれよ、痩せすぎ問題。ああ。だからその痩せた方が綺麗に見えるとかさ。うんうん。だからそれもあれだよね。痩せすぎは綺麗に見えるかもしれないけど、それがさ、強要されるのがちょっとね。うん。やっぱ健康的ではないよね。うん。痩せすぎっていうのもね。そうそうそう。ひょにょ。はい、というわけでですね、今回は翔太がですね、はい、ハイヒールを履いてみた動画をお送りしたんですけれども、うん、どう？履いてみた感想。ジュジュ、うん、すげえ。そこ。いやそうでしょ。そこにどう力入れるのこれでって思って。いや確かにね。いやでもいやすごいな。いや女性は辛いだろうなって思う。うん、そうだよね。だから本当に世の、ね、女性の方々は尊敬するよね。うん、うんうん、男よりねなんかもうすごい苦労が絶えないと思う。そうだと思う。日々生活していく中で。うんうんね、うん、すごく勉強になったと思います、うん、実際ねこうやって体験してみないとさ分からないこともあるから良かったのではないでしょうか。ありがとうございます、はいはい、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。マジどうあった？大丈夫？筋肉痛になった。どこが？多分ここ？ふくらはぎ？いやお疲れ様ですよ。お疲れ様。皆さん普段ヒール頑張ってる人、まあでもそれだけじゃないけど男性の人もね、うん、お疲れ様です。お疲れ様でした。